ドレスデン、ドレスデン、ドレースデン、ドレスデンは、ドイツ連邦共和国ザック選手の州都であり、エルベ川の谷間に位置している都市である。人口は、151万人、2008年である。エルベ、エルベ川沿いの平地に開けた町である。ドイツの東の端、チェコ共和国との国境近く30キロメートルほどに位置する。当時の町として、有名な線まで、 約2 5トルと近く、エルベ川を通じて交通がなされてきた。ドレスデンは1206年にドレスデネ、ドレスデンという名称で歴史に現れている。1350年には、エルベウガンの地区が、コドレスディン、アンティークアドレスティンという名称で現れ、1403年に都市圏を与えられている。これが、現在の新市街、ノイスタットで、エルベのウ岸と左岸は、 1549年まで別の町として扱われていた。ドレスデンが発展するきっかけとなったのは、ザクセン選定校、フリードリヒ二世の二人の息子、エルンストとアルブレヒトが、1485年に兄弟で領土を分割、ライプツヒの分割したことに、島、ドレスデンを中心とする領土を与えられた弟アルブレヒトは、ザクセン校を称し、ドレスデンを都として、 地域を支配することとなった。こうして、ドレスデンは、アルベルティン家の宮廷都市として栄えることになる。その後、アルベルティン家は1547年の猛立の時に選定校となり、ドレスデンがザクセンの中心地として発展することになった。エルベ川に沿ったアウグスト通り沿いの外壁には、歴代君主たちを描いた、おおよそ100メートルにわたるマイセン、舞船、陶磁器による壁画、 君主たちの行列がほぼオリジナルの状態で現存している。ドレスデンが最も発展したのは1711年から1728年のフリードリヒ・アウグスト一世、アウグスト教王の知性である。ドレスデンを代表する建築物となっているツビンガー宮殿、ツビンガー、アウグスト教王がダニエル・ペッペルマンに命じ1711年から1728年に 城から近い場所に自らの居城として高期場ロック様式によって建立させたものである。同時にエルベ川の10キロほど上流にあるピルニッツ宮殿も大幅に増築されている。一方、市の中心部では1726年に聖母協会、フラウエン教会の建築が開始されている。こうして形成されたドレスデンの街並みは100等の街とも呼ばれ、 18世紀中期の姿が、ベルナルド・ベッロットによる絵画として残されている。1806年に新生ローマ帝国が解体し、ザクセン王国が成立した後は、ドレスデンはその首都となった。第二次世界大戦では徹底した爆撃に、愛しない中心部はほぼ怪人に介した、ドレスデン爆撃。ソ連占領地域にあったため、戦後はドイツ民主共和国、東ドイツ領となり、 ドレス電圏の県都としてライプツヒなどと並ぶ工業都市として発展した。近年ではエルベ川のフィレンツェとも呼ばれ観光地としての開発も顕著で東部ドイツ有数の大都市として賑わいを見せており、1990年の東西、ドイツ統合後歴史的建築物の再建計画が一層推進されつつある。廃墟のまま放置されていた王妃の宮殿。 タションバーグパレイが再建されて高級ホテルに生まれ変わったほか、同じく瓦礫の堆積のままの状態で放置されていた聖母教会の再建には世界中から182億円もの寄付が集まり、2005年10月に工事が完了した。瓦礫から掘り出したオリジナルの部材をコンピューターを活用して可能な限り元の位置に組み込む作業はヨーロッパ最大ジグソーパズルと評された。 新しい部材との組み合わせがモザイク模様を描き出している。この建物は新しい名所となっている。音楽はザクセン高級帝の傾向を反映して古くからイタリアの影響を受けてきた。シャイト・シュッツラはルター派天礼音楽にイタリア音楽の傾向を付け加えた。ミハイル・プレトリウスもしばらくドレスデンで活動したこともあり、十七世紀ドイツにおける音楽の中心地の 一つであった。モーツァルトもまたドレスデンで作品の初演を行っている。オペラ座、通称、ゼンパー・オーパーは新古典主義建築の代表作としても知られ、オペラ座のオーケストラであるシュターツ・カッペレ・ドスデン、ドレスデン国立歌劇場管弦楽団と呼ばれることも多いは、最古のオーケストラとして知られている。ドイツ鉄道ウィーンドレスデン間の夜行特別列車。 ゼンパー・オーパー箱劇場の名にちなんだものである。ザック・センの美術コレクションは現在ツビンガー宮殿の一角を占めるドレスデン美術館のアルテマイスター絵画館、アルト・マイスターなどで展示されている。アルテマイスターのコレクションの中には、ラファエロのシスティーナの聖母が含まれる。その他、レンブラント、ルーベンス、ルーカス・クラナフハ、デューラーなどヨーロッパを代表する画家たちの膨大な 数の作品が公開されている。この美術館はヨーロッパでも重要なコレクションを有する施設の一つと言ってよいであろう。蒸気のような旧市街、アルトシュタット、アルチタットで主に見られる文化の他に、新市街、ノイシュタット、ヌスタットの文化も興味深い。名前だけから見ると若そうに取れる新市街は実は旧市街よりも歴史はかなり古い。 ザクセン選定校時代、今の新市街地区のほぼ全域を消失させる大火災があった。そこから比較的早く復興したため、それを記念し、全く新しく生まれ変わって繁栄してほしい、という願いを込めて、選定校がノイシュタットと名付けられたと言われている、原点不明。地区百年を超える建物が多く、世代を超えても当時の雰囲気を比較的よく保っている。 数少ない街である。空襲で完全に焼け落ちたにもかかわらず、歴史的建造物を除き、アルトシュタット以上に区保守された地区といってもよい。街の空気がやや古典的で、狭い路地が続く街並みには、レストランやバーが無数に存在し、週末は地元人たちで賑わう。また、美術、芸術家などの古典や演奏会、音楽サロンが街のあちこちで、 毎週のように開かれ、地元人の関心も常に高い。文化、芸術が生活と密接に関わっているドレスデンならでは、と言えよう。ドレスデンでは1539年に宗教改革が導入された。1571年頃から厳格なルター主義を代表する都市になった。1661年になってドレスデンにおいて再び、 ローマカトリック教会のミサが行われ、ザクセン先帝公、フリードリヒ・アウグスト1世は、アウグスト2世として、ポーランド王に即位するために、1697年にドレスデンの宮廷をカトリック信仰に変更させた。ローマカトリック教会共同体は、ドレスデン氏において1807年に、初めて福音主義教会と同等に扱われるようになった。以来、 ローマカトリック教会は、ドレスデンでは少数派として存続している。第一次世界大戦後の君主制終焉によって、キリスト教会と国家の関係は大きく変化し、1922年には、最初のザクセン州教会監督が選出された。登独時代において、福音主義教会信徒の比率は、約85%、1949から22%、 1989に減少した。ホーネッカー時代の1980年にローマカトリック教会の司教座がドレスデンに置かれた。カトリック宮廷教会がドレスデンイコールマイセン司教区の司教座制度に昇格したからであった。今日、ドレスデン市民の大多数、約80%は無宗派であり、どの宗教団体にも属していない。約2万人が ローマカトリック教会の信徒であり、約7万5千人が、ドイツ福音主義教会、イークドに加盟してい、ザクセン福音ルター派宗教会の教会員である。ドレスデン市民における、ローマカトリック教会信徒の比率は、約4%、ルター派教会信徒の比率は、約15%である。ルター派や改革派等のキリスト教自由教会と、 ヒキリスト教宗教団体に属する会員数はドレスデン市当局の見積もりによると約5000人である。18世紀1764年にドレスデンに最初の改革派協会が建てられた。ルター派と同じ公的権利がドレスデンの改革派協会に与えられたのは1811年であった。このドレスデンの改革派協会はドイツ福音主義協会。 イークドに属さない自由教会で約600人の教会員がいる。ザックセン州にはライプツヒ、ケムニッツにも改革派教会があるが、これらの教会はドイツ福音主義教会、イークドに属している州教会である。現在のドレスデンには約760人のユダヤ教徒が住んでいる。中部のクローサーガルテン、地区にフォルクスワーゲンの自動車工場である。 グレーゼルネマヌファクテュア、グラサーナマニアファクター、ガラスの工場の意が設立されている。同工場は2002年に創業開始し、フォルクスワーゲンフェイトンなどの製造を行っている。また、近年では、ドクインフィニオンテクノロジーズ社から独立したキマンダ社、ベ a エムディ社の半導体製造部門が独立した、グローブルフウンドレス、グローバルファウンドリーズ社などの製造拠点が置かれ、 欧州における半導体製造拠点の一つとなっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。